え、いきなりなんか早弁しだしたけど大丈夫？え、なんかその後ろはめっちゃスマホいじってるけど。皆さん、こんにちは。ただいまのアイロトーン時刻は2022年11月14日月曜日の午後0時24分です。そうそう、今日はエイブルシスターズのご姉妹のことのさんが島にいらしてます。リサーチにご協力くださる方を探したのことですので、ご都合のつく方は広場でことのさんにお声がくださいね。それでは本日も楽しい一日になりますように。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、私の格好はあれやんね、前にケイトさんが来た時のまんまのメルヘン仕様になっとんやけど、今回のお題は何ですか？みんな楽しそうだな。あら、アイナさん、こんにちは。今日もデザイナー仕様のためお邪魔させてもらってます。よければまたいつものようにコーディネートを見せてほしいんです。今回見せてほしいのはスポーティーなコーディネートです。運動するのにぴったりな動きやすい服装や、スポーツ選手が競技をする時のような格好に着替えて見せてください。参考用としてスポーツのイメージな服をお渡ししておきますね。それはサッカーのユニフォームです。私の中ではこれがスポーツのイメージなんですが、どうぞアイナさんのセンスで自由にコーディネートしてみてください。私はここにおりますんで、よろしくお願いします。じゃあそれを中心にやっていってみるか。サッカーのユニフォーム、なるほどね。靴下はこれでも別にいいような気がするけど、ズボン、あと髪型も変えてこよっか。え、でも靴下もさ、どう？もうちょいシンプルな方がいい？着替えます。とりあえず、え？サッカーのユニフォーム脱いでしまった。で、ズボン、なんかね、ハーフパンツみたいなのがいいんやけど、マルチカラーのハーフパンツ。いや、上下で色が違いすぎる。え？でもなー、サッカーってハーフパンツよね。あ、もうめっちゃ、その辺ランニングしてそうやもんね。超似合うもんね。なんか一人増えてるよ。増えてるんですけど。着替えてきてくれはったんですね。そのコーディネート、もう見せてもらっていいかしら。オッケー。ありがとうございます。早速見せてもらいますね。なるほど。どうですか？まあ、こんなに完璧なコーディネートは見たことがありません。身につけているアイテム一つ一つが、スポーツというアイテムじゃない、イメージを形作っていて、素晴らしいです。ほんまにアイナさんは抜群のセンスをお持ちですね。さすがです。お気に。お礼の仕立てやクーポンは、後でお家に送っておきますね。ぜひ今度使ってください。あと、これもどうぞ。私がデザインしたものなんですよ。気に入ってもらえたら嬉しいです。なんだろう、服。ケイトのワンピースです。これも私が手掛けているブランドのアイテムなんですよ。ぜひもらってください。できたばかりの新作なんですよ。今後仕立て屋に並ぶようになると思うので、よかったらまた見てくださいね。いつもほんまにありがとうございます。また来るときもよろしくお願いしますね。ありがとう。どこまで新作続くかな。ケイトのワンピース、ちょっとおさいさん邪魔よ。あー、いいね、めっちゃいいやん。え、超良くない？でもこのカバンはちょっとあれやけど、ちょ、カバンだけ外そっかな。カバン外せばめっちゃいい感じやと思う。じゃーん。いい。よき。めっちゃいいよ。かわいい。いや、なんか多分、前までね、ケイトさんからもらうシリーズって基本的にドピンクみたいな
私の好きじゃないタイプの、そうそう、これぐらいの色のピンクやったのにさ、こういう感じ、こういう色味めっちゃ好きよ。私現実でこういう感じの色味の服ばっかりやもん。なんなら多分こんな感じのワンピースも持っとったしね。あ、やっほー、久しぶりだね、アイナ。仕事するならまず匠さんのとこだよ。そんな久しぶりでしたっけね。何やってんの、なんか足踏みしよる。かわいい。巻き場やっけ。アイナちゃん、待ってたわよ。今日も一緒に頑張りましょうね。どうもどうも。アイナちゃん、どうしたの？お仕事する？します。オッケー。お仕事を始めるのね。よし。今日もよろしく。で、外の依頼を受けてくればいい感じかな。さあ、今日の依頼はどんな感じかしら。この制服に着替えるまで見えんのかな、依頼。ちょっと不気味な部屋で冒険気分を味わいたい。素敵なお庭を作って癒しの空間で暮らしたい。ほう。牧場みたいに開放的な空間でのんびり過ごしたいわね。え、買われる側だけど大丈夫？いつも小宇宙を感じるような自分と向き合える空間がいいね。小宇宙。環境に優しい工場ってなんかかっこいいよね。環境に優しい工場？なんかめっちゃ難しくない？で、今日来てるのは誰ですか？お、君は。ビネガー。あ、ゲーセンのやつね。やあ、エナさん。相変わらず忙しそうだね。ところで今日は何のご用？ブイブイ。いや、なんもないっすよ。黄昏れてんのね。あれ？そうなのか。またいつでも声をかけてね。ブイブイ。そしてこれを。中身は。これを拾ったラッキーなやつへ。部屋を大掃除してたら、俺が昔考えた DIY のレシピを見つけちまってな。せっかくだから、この瓶を拾ったお前に作り方を教えてやるよ。よかったら作ってみてくれよな。匠の技を持つアランより。誰？牛？光ゴケのカチューシャ。知ってためっちゃ知ってたサブリナ。こう見たらサブリナの部屋めっちゃシンプルだな。あら、エナさん、何かご用かしら？つるるん。なんもないよ。あら、そうなの？私にやるなんていらないのよ。また何かあったら声をかけてちょうだいね。かわいい。エナさん、いつもお世話になっています。どうされました？ペロ。なんでもないよ。そうですか。声をかけてくださって嬉しいです。またお話ししましょうね、ペロ。いや、ああやってなんか写真でさ、客観的に見れるのいいね。てか学校は、あれかな、ちゃんと機能しとるんかな。うわぁ、めっちゃ機能してる。え、嬉しいね。どうしたの？一人立たされてるの？一人じゃないな、二人か。あ、席に戻った。え、いきなりなんか早弁しだしたけど大丈夫？え、なんかその後ろはめっちゃスマホいじってるけど。え、先生大丈夫そう？全然授業聞いてもらえてないけど。なんか自由なんすね。なんかもうずっと休み時間だったらいいのに。どん。あ、ちゃんと生徒としてのコメントなんやね。なるほど。で、メリアスが先生並みに動き回りおるよ。おいら昔からじっと座ってんのって苦手なんだよな、タピオン。おう。結局マジでテストんでるところってどこよ。そこだけやるから誰か教えて、やっほー。大丈夫なのか？真面目な子が一人もいねえぞ。メリアスは何をしてるんだい？昨夜遅くまで勉強していたから、今日はちょっと眠いです。あのね。言ってることは真面目なんだけどな。一番うろついてんだよな。やあ、アイナさん。いきなりだけど、君、プルメリアとか揃ってみない？学校の周りに植えてある低木なんだけど、苗がたくさんあるから、よかったら分けてあげるよ。パウ。ああ、そんなのもあるんやね。いただきます。君ならそう言ってくれると思ってたよ。
それじゃあ今日は、ピンクのプルメリアの苗をあげちゃうね。ありがとう。君のお家のそばに植えるのがおすすめだよ。そしたらいつでも僕のこと思い出せるでしょ？あう。いや、いいよ。早弁した上に今ちょっと居眠りしてたね。大変だな、先生。頑張って。さあ、それじゃあ。よし、牧場やってみようか。まあ、前にね、畑は作ったけん、牧場も、行けるでしょう。あら、なに？へえ、あなた別荘を建てるお仕事をしてるの。私、新しく別荘を建てようと思ってるんだけど、相談乗ってもらえないかしら。お聞かせください。いいお返事ね。それじゃあ、詳しい話はこれから。よろしくね、みるみる。任せなさい。それじゃ、詳しい話をしていきましょう。見る見る。私の理想の別荘はこういう感じなんだけど。牧場牧場、牧場様。なんか、自分の名前もかかっとるね。なるほどです。素敵なイメージですね。では、エナちゃん、ロケーションを選んでさせてちょうだい。そうそう。もう知ってるかもしれないけど、これまでに作った別荘と同じロケーションを選ぶこともできるからね。あ、やっぱできるんや。牧場ね。牧場。牧場どういう感じんとこがいいかな。あー、でもこういうところのいいんじゃないか？なんとなく。なんか良さぎじゃない？私結構好きやけど。でもな、どうしよう。どうかなぁ。さっきんとこにしよっかな、ここで。あら、いいじゃない。早く行ってみましょう、みるみる。それでは、牧場様。良さそうな場所も見つかりましたし、あとは現地で進めてまいりましょう。アイナちゃん、牧場様を現地にご案内してね。よし。なんか外に行こう、置かれとる。わー、素敵な別荘ね。実物を目にすると、ますます胸が躍るわ。見る見る。ねえ、あゆな。今回は家具の入った段ボールが庭にも置いてあるみたいだよ。庭の段ボールも忘れずに A であげてね。初めてやっけ、庭に置かれとんのって。ちなみに覚えてるかもしれないけど、模様替えボードは庭にいるときも、下ボタン。十字下で使えるからね。じゃ、ファイトー。久しぶりやけんってこと？ここからどんな風にしてくれるか、とっても楽しみね。よろしく頼んだわよ。見る見る。よし、任せてくださいまし。あー、なるほどね。そういうことか。どうしようかなー。とりあえず、あ、やっぱ、なんかこの池邪魔かもしれんな。今更ながら、なんか邪魔かもしれんな。どうかな。これ、まあ、いっか。狭いな。でもいっか。これやめて、これは、あれよね、別に。木製。木製と丸太どっちがいいかな。でもまあ、どっちかやと思うんやけど、吊り橋。吊り橋はちょっと違うね。丸太、木製。丸太のままでいっか。家もさ、結構私このままでいいような気がするんやけど、どうよ。別にこのままでいいよね、今回。待って、この、ここだけなんかつけとくか。どれにしようかな。バラで。OK。
ケーオッケー。で、芝刈り機。でも置くとしたら外よね。まあその物置にしまっとるっていう感じでもいいけど、畑の時と同じように。干し草のベッド。これも、どうだ、置いとくか。タウラスのバスタブ。これは多分見立て家具っていうことよね。そのままの感じで使うんじゃなくて、この辺とかも。なるほど、なるほど。まあ、でもあそこ、ね、この、これ西部の街並み。え、西部の街並みやっけ、これ。あ、西部の街並みか。そっか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 。これは、あれよね。なんか馬とかおりそうな感じのとこよね。どうしよう、とりあえず、馬を、まあ、2匹ぐらい、とりあえず置いておいて、どうしよう、干し草食い寄る感じにしよっか。で、こっちで、この干し草のベッド、あ、それそれそれ、そういう感じ、そういう感じ。そんな感じで。んーで、あとは、まあ、この辺のね、ガーデンテーブルに、ガーデンチェア二つ、全部そこに集合しないでくれ。を、この辺にまあ置いておいて、まあ、優雅に過ごしながらも、動物たちも見えるっていう。うんうん。んで、テーブルの上に置いてくれよ。よしよし。で、あと、オーダー。丸太の飾り棚。まあ、またね、家の中は結構素朴な感じになっていくかな。物干しロープ。トラクター。あ、犬小屋。犬小屋と犬設置しとく？手押しポンプとかもつけるか。この辺に。一応ね、ワンコを。あ、いいね、いいね。しっかりいいね。で、この辺に手押しポンプを。あ、結構いいんじゃない？良きっすよ。んで、あとは、ミルク缶をちょっと小屋の横らへんに、あ、まとめて回転させることはできんのか、めんどくせえね。この辺りに置いておきまして、で、サイロね、サイロどっか欲しいよね。この辺置いとく？ん、邪魔そうやけどめっちゃ。え、私こことかに置いとこっか。置ける？もうちょい離した方がいいんかな。入らんし。あー、しかし。ここ置けるけど。まあ、一応ここに置いておこうか。なんとなく。邪魔な気しかせんけど。まあ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 。うん、いい感じ、いい感じ。じゃ次、中ね。はい、で、中に、これはもう別に置いとるけんいいんじゃないかと、間違えた。さあ、家の中はどうしようかな。
とりあえず丸太の飾りだな。で、バター攪拌機。でかいね。どうやって使うやつこれ。ちょっとよくわからないけど、どうやって使うやつ？あ、外に燻製マシン置いとこうかな。これ何？遠見？どういう機械なんやろ。お米のもみ殻とか外すやつかな。わからん。これは？風車。とりあえず家の中にペットのご飯。そんな上に。とりあえずペットのご飯置いといて。で、あ、壁ね、壁。ストローの壁。いや、なんかそういう感じの小屋にしたいわけじゃないよね。それはちょっと違うよね。待って。壁紙で、ログハウスにするか。で、床は芝生、空き地、畑。違うな。じゃ、ここ床板で、なんか一番最初のでよかった気がするな。一番最初どれ？わからん。パイン材でいいや。んで？ここシンプルに裸電球。おぉ。あ、なんか真ん中に置いて。で、壁掛け。壁掛けは？あ、この辺の、ほうきちりとり。欲しいね。その辺のどうしようかな。入り口近くとかに置いとこうか。この辺でいいかな。うん。どっち向きかわからんくなってきた。で、家具、またちょい炊事場あたりが欲しいんですけど、その辺はここであったんかな？あ、この辺か。カントリーなキッチン。カントリーなキッチン。なんかほぼ前のやつと同じような感じになってしまっているけれども。あ、まあ、こんな感じかな。うん、いい感じ。で、外にちょっと芝刈り機置いとこう。置ける場所がないだと。十分置けるよ、大丈夫だよ。で、ちょっとこれをね。はい。なんか適当に置いておいて。よし、出来上がったよ。どんな感じ？完成しました。できたのね。ありがとう。これもまあ、外がメインって感じだね。牧場様、牧場牧場。どうでしょうか。馬の餌を取り替えてあげよる？牛とかも追ってくれたらいいんやけどな。羊は見かけたけど。牛は本人が牛やけん。ふふ、すっかりお世話になっちゃったわね。そうだわ。あなたせっかくなんだから写真とか撮っていったらどう？すごくいい写真になると思うの。見る見る。はい。
ではぜひぜひ。そうか、決まったら。あなたの気の済むまで思う存分に取っていってちょうだい。みるみる。じゃあ、とりあえず。どこに移動してもらおうかな。まあ、この辺りに、折ってもらおうか。で、これで、カメラを。これで、マジで、マジで？ここまでしか行けん感じ？やばくない？みじんもなんですけど。そんなことある？待って、ここでカメラ起動して、ヒュン。まあ。で、ちょっと私消えまして。ちょいと待ってよ。なぜ猫じゃらし？まあ、これで。できました。どうしたの？みるみる。帰ります。家の外やけんね、ちょっと、画角が細かく調節できない。うふふ、今日はありがとう。気をつけて帰ってね、みるみる。家の中やったらぐるぐる回れるんやけどね。もうちょっと斜めとかから撮りたかった。お帰りなさい。お疲れ様。はい、今回のお給料、9000ポキよ。ありがとう。今日はもうお仕事終わる？それとももう少し働いていく？終わります。わかったわ。わかったわ。ゆっくり休んでね。さあ、それじゃあ、ちょっと若干チラッと映っとって気になっとった。クロス付きラウンドテーブル L。買いましょう。めっちゃ豪華やん。ね、より一層豪華めのレストランみたいなの作れる気がする。まあ、もっといっぱいないといかんけどね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。まあ、でも分かりやすいテーマやけん。ね、いい感じやけど。ふわっとした感じの方がちょっと困るよね。小宇宙とか言われてもよく分からんし。